ブリスボールジュニアトーナメント第1試合こちら大阪スカッツ対佐藤建設スタンディングベアーズです。前半を終了し取られた得点は大阪スカッツ21点佐藤建設スタンディングベアーズ0点です。後半戦は大阪ガスのキックオフで試合再開となります。大阪ガスキックオフ、キックオフキッカーは22番の清家が務めます。佐藤建設はリターナーを2枚配置しました。さあ短いキックで手前のブロッカー選手に持たせました。さあ右をプン展開します。結果的にこのリターン好位置を確保しました。佐藤建設自陣40ヤード付近からの攻撃を得ます。佐藤建設自陣41ヤードからファーストダウン10。ここでしかし反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが投げ込まれますと反則発生を意味します。オフェンスチームの反則です。交代違反、フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールは基本的に交代はプレー感は自由です。そしてベンチに何人いても原則問題はありません。しかしフィールドの中は11人と決まっております。この反則を犯しまして佐藤建設5ヤード抜体という形になります。攻撃権は同じく1回目、従いまして佐藤建設自陣36ヤードからファーストダウン15の状況で試合開始です。13番パスを投じようとしましたがここに大阪ガスのディフェンス陣殺到。しかし総力を生かして左オープン展開しそのパスを投じましたが、しかしこのレシーバーをカバーしておりました大阪ガス見事この攻撃を阻止しました。しかし素晴らしいフットワークを見せておりますが佐藤建設のクォーターバック13番アイオイ。佐藤建設自陣36ヤードからセカンドダウン15。その走力を生かして左スプリントアウトサイドライン際で展開しプレッシャーが及ばないうちにロングパス、ターゲット8番でしたがこれをしかし大阪ガス見事にカバーしパス不成功としています。大阪ガスカップスバイスキャプテン7番下田選手のボールをカットパスインコンプリート。パスカットしましたのは大阪ガスの7番下田、素晴らしいパスカバーでした。さあこれを佐藤建設突破できるでしょうか。自陣36ヤードから佐藤建設サードダウン15。ここでクォーターバック13番同じアクションから今度は縦へ切り上がりました。意表をつくように中央突破を図らんとスクランブルに転じましたがしかしわずかに攻撃には至っておりません。フォースダウンに変わります。佐藤建設はこのクォーターバック13番相生の総力に突破口を見出そうとしているかのような戦術になっております。佐藤建設フォースダウン8パントフォーメーションを選択します。
バントは大阪ガス陣30ヤード付近でボールデッド、外へ出ました。この位置で攻守交代となります。佐藤建設、後半最初の攻撃は相寄りの総力に期待をするシリーズでしたが、しかし結果的には攻撃権更新には至っておりませんでした。しかしボールは相手陣に返した形で大阪ガスに譲渡しています。大阪ガス自陣32ヤードからの攻撃になります。大阪ガスファーストダウン10。パス不成功。大阪ガス好調なパスプレーを展開しようとしましたが、しかしこれはレシーバーとタイミング合いませんでした。パス不成功となりましてセカンドダウンになります。大阪ガスセカンドダウン10、ボールオンは自陣32ヤード。今度は何枠に託します。何枠6番ハンドオフから今度は中央突破し左オープン展開しようとしましたが、ゲインは2ヤードです。佐藤建設もこのランプレーに関しては譲っておりません。大阪ガス何枠6番は川上、大阪ガスサードダウン8、ボールオンは自陣34ヤード。さあこの8ヤードの攻防を注目しましょう。パス不成功。クォーターバック15番ショットガンフォーメーションから中央に切れ込んできたワイドレシーバー17番にパスを投じましたがタイミング合わずパス不成功となっています。クォーターバックは15番の真柴に変わっています。大阪ガスフォースダウン8、こちらもパントフォーメーションを選択します。これをパントリターン、26番完工しました。佐藤建設陣34ヤード付近での攻守交代となります。パントリターンをしましたのは佐藤建設26番の宮下でした。さあ双方ともに後半の最初のシリーズはともにパントという形になりました。これより佐藤建設後半2回目のシリーズに入ります。佐藤建設自陣34ヤードからファーストダウン10。まずはクォーターバック自らが持ちました。ハンドオフフェイから左オープンに展開、ディフェンスは殺到しましたが素晴らしいステップワークで約4ヤードのゲインとしています。フットワークで状況を打開図っておりますクォーターバック13番はアイオイ。佐藤建設自陣38ヤードからセカンドダウン6。3番今度はプレーアクション左に展開してタイトエンド99番にパス、99番これを確実にキャッチしまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター、見事パスキャッチを決めました。佐藤建設99番は金子。さあこれによりまして佐藤建設は自陣45ヤードまで上がりました。この位置から佐藤建設ファースターダウン10。
ガースナイスディフェンス。ここで佐藤建設はランプレーを敢行しました。ナニバック26番の突破力をここで生かそうとしましたが、これを大阪ガース56番が殺到しまして、なんと8ヤードロスとしています。素晴らしい反応で大きなロスを生みました大阪ガースのディフェンスラインマンは、58番の選手、素晴らしいプレーでした。井原です。さあ押し返されましたが、佐藤建設セカンドダウン18の状況に入ります。パス不成功。ここでクォーターバック13番、右方向へのパスを投じましたが、ワイドレシーバーへのタイミング合わず、パス不成功となっています。ダウン攻撃回数1つ失ってサードダウンに変わります。佐藤建設サードダウン18、ボールオンは自陣37ヤード。QB サーブ。クォーターバック13番、ここはパスしかないと身構えましたが、そこを待っていたかのように大阪ガス99番が QB サーブ。パスを投じる前にしていまして、フォースダウンとなります。見事 QB サックを決めましたのは大阪ガス99番の河本、失礼しました川本です。佐藤建設フォースダウンロングパントフォーメーションを選択します。さあリターンに入る。しかし見事な攻防でした。佐藤建設ここでパントの際にスナップが乱れ、あわや大きく後退するところでしたが、パンター19番見事にリカバー。プレッシャー来る中、右に展開しつつランニングパントを決めました。しかしそれに対して大阪ガス1番も見事なリターンをしまして、大阪ガスは自陣40ヤード付近からの攻撃を得ています。素晴らしい判断でパントランニングパントを決めましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ19番の近藤、そしてこれに対して見劣らないリターンを決めたのは大阪ガス1番の甲でした。さあそして攻撃は大阪ガスに変わります。ボールオン自陣36ヤードから大阪ガスファーストダウン10。パス成功。ここでパスプレーにより攻撃をまず1点目展開しました大阪ガスが、大阪ガスですが、このパスを佐藤建設パッチップしましてパス不成功にしました。大阪ガス次の攻撃セカンドダウンに入ります。自陣36ヤードから大阪ガスセカンドダウン10。6番にパスを投じまして右オープンに展開させました。6番見事なステップワークで右オープンを駆け上がりまして約7ヤードほどゲインをしています。見事なキャッチアンドランしましたのは大阪ガスの6番の川上。大阪ガスサードダウン3、ボールオンは自陣43ヤード。さあランプレーによる突破はなったでしょうか。わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。
この距離は確実にランで取れると判断しましたが、さすが佐藤建設、ここは譲りませんでした。しかしここで反則が発生です。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードの抜体となります。残り距離3ヤードでしたので、これにより大阪ガスは攻撃権更新となりました。大阪ガスファースター、見事なプレーありましたが、しかしここで佐藤建設痛い反則を犯しておりました。大阪ガス自陣49ヤードからのファーストダウン10。さあまだ行っている、ビッグゲイファースター。ここでクォーターバック15番ロングパスを投じると見せかけてスクリーンパス、ブロッカーをあえてランニングバックにつける形で、そのブロック力を生かしてのキャッチアンドランを図らせました。これを見事にランニングバック34番、見事に決めて大きなゲインとしまして、大阪ガスファーストダウン獲得です。素晴らしいステップワークで攻撃権更新を果たしました。大阪ガスの34番は辰馬。大阪ガス一気に相手陣16ヤードからのファーストダウン10。ここでトラブル発生。しかしそれをリカバリーしていきます。ランニングバック4番、トスを受けようとしましたが、このトスのコントロールが乱れていて、ボールが大きく後方にそれました。しかしこれを救いまして右オープンに展開、そのロスを最小限に抑えようと努力していますが、しかしそれでも5ヤードロスになっています。失礼しました、6ヤードのロスに変更させていただきます。大阪ガスセカンドダウン16となりました。ボールはしかし相手陣の22ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック15番は一気にエンドゾーンへのパスを投じました。ターゲットは17番、しかしこれは佐藤建設5番が見事にパシュートしまして、パスカット、パス不成功としまして、サードダウンに変えます。しかしこの1対1の攻防は見事でした。ターゲットとなりましたワイドレシーバー大阪ガス17番は末谷、これを防ぎましたのは佐藤建設5番の有本でした。さあ大阪ガスサードダウン16突破なるでしょうか。ボールオンは相手陣22ヤード。ここはランニングバックに左に展開してのフレアパスを投じました。6番はキャッチアンドランし、左サイドライン際を駆け上がりましたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。しかしファースダウンに至っておりません。先ほどロスしておりまして、さあこれによりまして大阪ガスは相手陣11ヤードの位置にボールがあります。フォースダウン7、フォーメーションを変えます。キックフォーメーション、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは30ヤード。さあこのフィールドゴール決まるでしょうか。キック失敗。大阪ガスはここで3点を確保せんとフィールドゴールに挑みましたが、このキックはそれました。フィールドゴールそれまして、これにより攻守交代となります。佐藤建設厳しい状況をなんとか無得点でしのぎました。さあそして佐藤建設自陣20ヤードからの攻撃に変わります。厳しい状況をなんとか突破しましたが、今度は攻撃でこれを切り返すことができるでしょうか。佐藤建設ファーストダウン10。
パス不成功。クォーターバック13番、右に展開したワイドレシーバーにまず短いパスを投じようとしましたが、雨の影響でしょうか、そのパスがコントロール定まらず、パス不成功となっています。ラムージュ信者様、メッセージありがとうございます。こちらも54番の垣内選手の応援メッセージということで、応援メッセージということでご理解させていただきたいと思います。垣内選手、非常にファンが多いことが分かってまいりました。佐藤建設、セカンドダウン点。さあこのパスは決まった。今度は13番ワイドレシーバー、16番にパスを投じまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。さあここに来て佐藤建設のパスが成功しました。クォーターバック13番ワイドレシーバー、16番の本間にパスを投じまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。佐藤建設自陣30ヤードからの攻撃に入ります。ファースターアンテン。ここでランプレーを投入します。何枠26番、今度は左オープンを突こうとしましたが、ここで大阪ガスのディフェンス陣譲りません。ディフェンス殺到しまして、最終的に24番のタックルで約2ヤードロスを奪っています。最後に仕留めましたのは大阪ガスの24番の渡辺。ゲームはありません。ノーゲーム。セカンドダウン。佐藤建設セカンドダウン12。パス不成功。ここでクォーターバック13番、右スプリントアウトからワイドレシーバーにパスを投じましたが、ディフェンスのカバーありパス不成功となっています。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、大阪ガススカンクス21点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。